江戸だ東京だといったところで元をたどれば武蔵の国である。そして千代田区だ中央区だといったところで元をたどれば武蔵の国の豊島郡の一部だった。明治になって東京十国が設定された後もその北の方の村々は北豊島郡と呼ばれていた。昭和7年、その北豊島郡の村々が再編され東京35区となった時、一番でかかった区が板橋区。でかすぎたため石神村、大泉村といった西の住民にとっては役所が遠く不便だった。いや、そもそもの板橋区の成立時から現練馬区の町村は拒否していたのだが、聞き入れられなかったのである。練馬にとって板橋からの独立は悲願であった。戦後35区を22区に圧縮再編しようという時期に、減らすはずが板橋から分離して増やせという動きには抵抗もあった。まさに地域を挙げての独立運動だった。なので今も練馬区のホームページでは練馬区の独立を節目ごとに高らかに歌い上げているのである。